子どもにピタッとプロジェクト。ここからは橋本アナウンサーです。はい、今日は福岡県のタレント発掘事業についてお伝えします。今高島梨沙選手が子どもたちの拍手に迎えられ会場に入ってこられました。やってきたのはフェンシングの銅メダリスト高島梨沙選手。福岡県のタレント発掘事業でトレーニングを積む子どもたちにパリオリンピックで獲得したメダルの報告を行いました。福岡に帰ってきたら一番に報告に来たいなっていうふうに思っていたので、すぐメダルを持ってこれてよかったです。メダルをかけてあげるなど大サービス。子どもたちにとっても何よりの刺激になったようです。オリンピックに出た人に会えるっていうことがめっちゃ楽しみでした。今ご自身はどういう競技をしてるんですか？ラグビーと陸上とフェンシングやってます。ラグビーかフェンシングって今迷ってて、でもラグビーを優先でやっていきたいけど、フェンシングもやれるとこまで頑張っていきたい。このタレント発掘事業に入ってからフェンシングを始めたんですか？はい、陸上をもともとやっていて、で中学1年生の時にオーディションでフェンシングに適性があると言っていただいたので、そこからフェンシングに変えました。2032年のブリスベンオリンピックでメダルを取ることです。タレント発掘事業の大きな特徴は俊敏性や跳躍力、持久力といったそれぞれの特性を見極めた上で、より将来活躍できる可能性の高い競技へとつなぐところ。ライフル射撃やカヌーといった普段接することのない競技を始める子どもたちもいるんです。20年前から全国に先駆けて行ってきたこの取り組みで、パリオリンピックには8人の卒業生が出場し、初めてのメダリストが誕生するまでになりました。タレントに入ってからフェンシングと出会って、最初はやっぱりソフトボールを続けようと思ったんですけど、フェンシングの適性を見出してもらって東京で頑張ろうと決めて、オリンピックでメダルを取りたいっていうふうに強く思って卒業したのを思い出します。その時に出会った恩師が指導する玄海高校のフェンシング部にも顔を出しました。実は高島選手、子どもたちにスポーツの魅力を伝えることに興味を持っているといいます。タレント発掘を通して私みたいな世界でも戦える選手が増えていったらいいなっていうふうに思うので、タレント発掘事業に関われるような仕事っていうのがあれば関わりたいなっていうふうに思います。小学生の高島選手を指導した野本先生にとっても夢のような話です。こうやって初めてメダリストが誕生して、さらにメダルを取ってほしいなというふうに思いますし、またそういった子たちが若い子たちを育てるコーチというか指導者になってくれたら本当に幸せですけどね。次世代のトップアスリートの育成、タレント発掘事業の役割はそれだけにとどまりません。こちらの体育館ではタレント発掘事業の一次選考にあたる測定会が行われています。タレント発掘事業に参加するためには測定会で選ばれなければいけません。高い運動能力が必要な狭き門ですが、測定会にはいわゆる普通の子どもたちも。ちょっといいかなと思って、どうかなと思って、はい、参加しました。やっと4年生になったのでオリンピックイヤーだし、よかったなって。なんかもしこう新しいね、やったことない競技で向いてるってなったら、それを挑戦してみたいねとかいう話をしてます。
スポーツの適性などを把握するためにこの測定会を利用する人も増えているんです。タレント発掘事業の担当者にこのあたりの事情を伺いました。当初タレントっていう言葉もそうですし、エリート教育っていうところにも疑問を抱く方もいらっしゃったと思うんですけれども、今はタレント発掘事業ということがすごく浸透していると思いますし、エリートだけではなくて、全ての子どもたちの、体力であったりとか、そういったところに興味を持っていただくきっかけになっていると思います。福岡の子どもたちがもっとスポーツを楽しむ未来へ。タレント発掘事業は大きな可能性を秘めているのかもしれません。はい、このタレント発掘事業、去年測定会に参加したのは5万人以上ということで、今年はオリンピック効果でもうそれを上回る問い合わせが来ているということなんですね。そしてこちら、測定会に参加した人がもらえる評価表のサンプルなんですが、すごく細かいんですね。ちょっと拡大してみましょうか。はい、こちら例えばシャトルラン、持久力を測る項目なんですが、高い能力が認められますとした上で、サッカーやバスケットなどのボールのような競技に向いているということや、さらにその能力を高めるトレーニング方法なども示されているんですね。山田先生、これ目当てで来る方もいるということで、かなり手厚い内容ですよね。そうですよね。なんか小学校で子どもたちやってきて結果持ってきますけど、はい、それ見てどうしたらいいか全く分からないので、こういうふうに、ね、アドバイスしてくれるのはすごい嬉しいなっていうのと、うちの、子供のお友達にすごいジャマイカのハーフの子がいて、はい、もう見るからに身体能力高いんですけど、うん、でもそのどうしていいかお母さんも分かんないし、いやこういうところに行ってやっぱり親だけじゃ無理なところをこう社会が応援して、ね、押し上げてくれるって本当すごいいいなと思いますね。なかなかまだこう、ね、知られていない競技なんかはどこに行って習えばいいのかも分からないの で、こういう発掘事業で応援してもらえると嬉しいですよね。はい、この測定会9月と10月も行われますので、興味のある方はぜひ気軽に参加してみてください。